てタイガースは1回に藤田、2回に池辺、そしてこの回榊原と毎回ヒットを放っています。ホームランは少ないだろうと言われて横浜球場でよく毎試合打ちましたね。そうですね、やはりここ重いもの、重いバットで鍛えたというその手首です。カーブ前に守っています。ゲッツー対戦です。でもバッターピッチャーの方が負けになりますね。あと空振り三振、インコースでしょうか。そうですね、ちょっと小さく落ちましたね、はい、これフォークボールだともう少し大きく落ちるんですが、ね、あ、そうですか。なんかちょっとシュート気味のボールだったんですね。